今ね、スポーツモードだったので、コンフォートモードに回して走っております。少しね、ハンドリングが変わったような気がします。ハンドル操作がちょっと軽くなった感じですかね。そんなにね、劇的に変わる感じはしないんですけど、今、ここ山道を走ってるんですが、ゆっくり走ってます。このワインディングをね、楽しんで、乗れるという感じですね。スポーツモードはね、やっぱこうキビキビしたね、このギリギリのギリギリの走行を試すという感じの、スポーツモードではあるんですけども、このやっぱりね、コンフォートモードはね、このワインディングを楽しみながら、ゆっくり乗っていこうかなという気持ちにさせてくれますね。今ね、長い下り坂を、3速に入れて、ゆっくり走っております。2速にね、入れて、エンジンブレーキをね、今、かけながら走ってるという感じなんですけども、2速だとね、結構ちょっとこういったエンジンの回転数がね、今2500回転ぐらいまで上がりますね。それでね、やっぱこのエンジンブレーキのかかり方がね、結構強いんだなという感じがしますね。2500ぐらいでこれぐらいの抵抗があるんですね。今3000ぐらいまで行きました。なのでね、ゆっくり走るときはこの3速ぐらいでも、十分、対応できますね。やっぱトルクがね、トルクが結構すごいんでね、ちょっと一つ上のギアぐらいでも十分走れますね。すっごいくねくね道。今みたいなね、180度ぐらいのカーブの時はやっぱこれハンドルがね、まん丸じゃないんですよ。下の方がね、平らで、この太ももにつかないようにしてるんですけどね。それがね、ちょっと、180度、ステアリングホイールをね、ぐるっと回す時に、ちょっとハンドルの形が違うんだなという感じが今しましたね。はい、スピード落とせと。ということで、スクールゾーン今走っております。はい、今信号待ちで、アイドリングストップしましたね。モードの方はね、コンフォートモードということで、待ち乗りモードに今しておるわけです。はい、クラッチを、踏み込むとエンジンがすぐかかりましたね。さっきね、シビック8バックでも言ったんですけど、やっぱね、このボンネットがね、盛り上がってるんで、車幅が広い割にはちょっと感覚がつかめやすいんで、慣れればね、そんなにね、この車幅の広さっていうのは、運転してるときは気にならないですね。ちょっと大きい車乗ってるんだなという意識はやっぱありますよね。でやっぱり下道でね、ゆっくり走ってるんですけど、やっぱこの2リッター VTEC ターボエンジンの鼓動がね、伝わってきます。このシートを通じてね、路面の感覚とかも結構ダイレクトにね、このシビックタイプ R はね、伝わってくるんですよね。まだとね、この運転してる人にね、こう伝えるような感じになってるんですかね。ですけどね、この路面のね、ガタガタっていうね、そういう感覚ではないんですけど、こう路面状況をね、しっかりこの運転手にこの伝えるという感覚はしますね。さすがにね、やっぱスポーツカーっていうだけあってね、ずっとねスポーツしてるとやっぱ疲れるんですよね。街乗りではね、やっぱり今前に走ってるシビックハッチバックのマニュアル車の方がね、すごいソフトスポーツといいますかね、マイルドスポーツな感じでね、長いこと運転できるなという印象でしたね。
今このシビックタイプ R はやはりねこういった信号とかねあるこういう狭いね街とかをね、時速今25キロぐらいです。25キロから40キロぐらいのね間で低速で運転するっていうのはね結構まあ長いこと運転するとやはり疲れが出てきますかね。このシートもね結構こう包み込まれる感じのねちょっと固めのシートですので、ね、変装しました。インストするんですけど、これあのエンジンかけ直し、しなくていいんですね。さっきのねあのハッチバックでも1回ねあのインストしちゃったんですけど、これインストしてもクラッチ踏むともう1回エンジンがかかるんで、いや安心ですよね。最近のマニュアルってこんな感じなんですね。インストしてもすぐ救出してくれるということですね。ブレーキホールドシステムもねありますので、あの信号待ちとかでもね、結構楽なんですよね。で坂道でもね後ろに下がらないという機能もついてますんで安心して乗れますよね。スクールゾーンを爆音で申し訳ない。まあ、爆音って言ってもね、今は2000回転行くか行かないかぐらいで運転してるんですけど、そんなにね室内に乗ってると、まあこれでも室内に音が入ってきてるんですかね。まあそのエンジンの音とかねマフラーの音はまあ聞こえてくるんですけど、そんなに爆音っていう感じではないんですよね。値段の方はねシビックハッチバック6速マニュアルの方は280万で、このシビックタイプ R FK8 の方は450万と、いやー値段差がね結構あるんですよね。まあ、2リッターターボエンジンということでね、まあ、パワーの方もね、だいぶね、やっぱ比べ物にならないぐらいの差はあるんですけども、本当にね、スポーツをしたいなという人は、このシビックタイプ R はおすすめですね。で、やっぱ乗っていてかっこいいですよね。結構ね、外車から乗り換える人も多いみたいですね。こちらのね、シビックタイプ R、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方でね、試乗ができます。皆さんね必ず予約の方を取ってからお店の方来てくださいね。予約取らないとね当日、乗れないということもありますので、皆さんお気をつけてください。私のチャンネルがね、面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日は、シビックタイプ R を、街乗りしてみたでした。じゃあね、ボーイ。